はい、ヒロです。今回はですね、メダカの繁殖のポイントについてお話ししたいと思います。まあ、春先、まあ、自分のところは結構生まれてはいるんですけど、春先からもう夏も秋ぐらいまでですよね、もうメダカバンバン増えるじゃないですか。でもバンバン増えない人も中にはいるんですよ。なんでメダカの繁殖のポイント、まあ、これを、絞れば、まあ、大抵はですね増えます。はい、間違いなくともちろん保証はできないので言えないんですけど、大抵は増えるので、これをぜひ、試してみればあのメダカ版を増やせるので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。じゃあこれ軽く自己紹介させていただきます。自分はアメリカ出身で、物心ついた時から魚ずっと飼育してまして、スキューバダイビングインストラクターですねもさせていただいておりまして、今年で魚の飼育歴24年になります。でペットショップで売ってる魚はですね、海水魚と淡水魚ですね問わずほとんど飼育したことがあります。で LINE とか Twitter の方で魚の飼育の仕方発信してますので、気になる方はチェックしてみてください。じゃあメダカの繁殖のポイント、自分としては、お野菜と起きたの3つですね、3つあります。まあ、一つ目としては、まあ、これは結構定番なんですけど、日照温度、日の当たってる温度ですね、13時間以上。だいたい13時間以上ですと、まあ、夏みたいな感じになるので、13時間以上出てください。で、二つ目としては、水温はですね、18度から26度。まあ、30度くらいでも産卵するときはあるんですけど、まあ、18度から26度がベストですかね。で、三つ目、案外これを見落としてる人がいるんですよ。餌をこまめに、少量ずつ与えてください。まあ、結局は多めにいっぱい与えたいんですよ。まあ、産卵自体がすごいエネルギーを使う、作業なので、結構エネルギー奪われちゃうんですよ、メダカちゃんたちもね。なんで、その少量にこまめに与える。まあ、なぜ少量かっていうと、あんまり大量に食えないんですよね、メダカ。当たり前なんですけど。なんで、それを本当に細かく、たくさん、1日に1回あげる。1日何回もですね、あげるっていうのがベストです。まあ、だいたい目安としては1日3回から、10回とかですかね。まあ、8回とかでもいいんですけど、自分は本当に10回ぐらいあげてます。で、本当に細かく。本当にほんのわずかなやつを本当に細かく、でも1回分のやつがすごい多かったとしたら、それを本当十分化する感じの勢いでもいいと思うんですよね。やっぱそれを与えてみると、やっぱり産卵率っていうのは結構上がりますね。やっぱエネルギーがすごい必要なんです。はい、こう結構抑えてみると劇的に変わると思うんですよね。で、日照時間と水温もまあまあそうだよなと思うと多いと思うんですけど、結構餌を注意してみると、産卵量も増えますし、ポイント結構上がると思いますので、ぜひ試してみてください。じゃあこれ話をまとめさせていただきますね。単純に3つですね。日照時間13時間以上。で、2つ目としては水温は18度からまあ26度ぐらい。で、3つ目としては餌を少量こまめに与える。で、大体1日3回から10回ぐらいですかね。それを目安に。ぜひ試してみてください。はい、ありがとうございました。